旭川市選出の同議や旭川市議の政治団体が自民党旭川支部から寄付を受けながら政治資金収支報告書に記載していなかったことがわかりました。自民党旭川支部は去年1月と11月に政治資金パーティーを開き、旭川市選出の同議3人と旭川市議7人の政治団体に 合わせて54万円をセミナー交付金としてて寄付しししいましたしかし、同議3人と市議3人の団体はこのうちの一部を収支報告書に記載せず市議4人の団体は報告書を提出していませんでした裏金作りというような意図とか悪意とかそうしたことをもって組織的にやったということは全くなくですね 今後の議員さんにおけるですね活動をしっかりと支部として支えていくということでの交付金であったと。議員らは事務的なミスであり報告書を訂正するとしています。